でこうやって削ってる間にも歪んじゃうんですよね。この検索抵抗っていうのがあるので、あの分厚いものを研磨する場合はありえないんですけど、こういう2ミリとか薄いものを研磨すると必ず歪みが出ちゃいます。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。黒田正勝の YouTube 工業高校のお時間です。お時間です。めちゃめちゃ久しぶりですね。こういう動画もね、なんか久しぶりに撮影しますので、新鮮な気分になってます。いいね。はい、とてもいいね。今日、お届けする内容はですね、ここにある、工作機械、これ平面検索版ですね。僕と同じ名前の黒田製です。はい、あの別にあの親戚関係でも何でもないんですけども、黒田製工さんの作っている、平面検索版、これ実はですね、水をかけません。湿式じゃなくて乾式になっているので、何もクーラント系のものは、まあ、水って言ってもね、水溶性の、 あの研磨液ですけど、そういうものは一切かけませんので、単純に砥石で品物を削っていくっていうものになります。で、まあ乾式だと気をつけなくちゃいけないことがあって、やっぱり湿式じゃないので、まあ、たくさんこう研磨していくと食い込んでしまったり、あとすごく熱で膨張していくので、削られるものがどん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 膨張していって、ここにメモリがあるんですけど、メモリ以上の、削りを行ってしまうんですね。あの物が膨張しているのでね。でそういう熱膨張を考慮しながら仕事しないと精度が出せません。お、はい、ただ湿式、まあ、乾式のいいところは、あの非常にベトベトした感じじゃなくなって、きれいに仕事ができるっていうところはあります。削ってみるものですけど、こんなワッシャーみたいなもの、こういうワッシャーみたいなものですね。ワッシャー、ただワッシャーといっても厚みに交差があります。図面は2.1 ミリの、ちょっと字が汚いけどね、2.1 ミリの、0マイナス100分の1っていう10ミクロンの交差があります。その厚みの中に仕上げないといけません。でただ2ミリっていう薄さですと、これもちろん焼きが入っているものなので、マグネットチャックで磁石でくっつけて研磨するんですけども、単純に裏を持って研磨してはい終わりっていうわけにいかないんですね。どうしても、焼きが入っていて薄いもので、研磨していく間にも反りが出ちゃうんですよ。でそれを、まあ、うまく、まあ、反対って向けながら、ちょっと磁石弱くしたりいろいろ工夫しながら反りが出ないように、きれいな平面を出します。で両方とも1000分の1にの平面度を出して、全体の厚みを、10ミクロンの交差に入れるという仕事です。はい、はい、お願いします。じゃあとりあえずやってみましょう。まずね、この、まあまあ、焼きが入ってはいるんですけど、この厚みに今どんだけ、これマイクロメーターでね厚みを測ってみます。 2.3 ちょいあります。はい、はい、で 2.3 ミリぐらいあるので 2.34 か 2.33 ぐらいかあります。ですので、まあ、研磨指導としては 0.23 削りますけど、はい、まあ、両側削っていかなくちゃいけないので、まあ、0.1ちょい削ればいいんですね。そのことを忘れない。あと熱膨張でね、余計に取れているので、それを注意します。で、まあ、必ずね、これ焼きが入っているものなので、今すでにちょっと歪んでるんですよ。はい、まあ、あのちょっとここにダイヤルゲージ用意してあるので、これで歪みを見ると分かるんですけど、ちょっとね歪みが若干100分台ではあるんですよ。ペコ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 動くので、今もう綺麗な平面出てません。ただ焼き入れて、そのまま焼き入れたまんまのことなので、当然何かしらこう歪みが出てますので、今この常磐上で、測ってもちょっとこうふにゃふにゃふにゃってなってます。でそれをまずなくします。はい、じゃあここにセットします。油砥石で、まあ、あの有害なね、なんかこう帰りというか出っ張りがないのを確認して、こちらの上も、まあ、さらっとゴミだとかね、なんか変な出っ張りがないことを確認します。今これ磁石かけまして、この厚みのゲージのね、平面が焼いた後なので、まだ平面が出てないんですよ。
ですのでマグネットでビシャッとこうくっつけたら動かないはずなんだけど、こう手で動いちゃうんですよね。だからこんだけ平面度が悪いでしょ。なのであんまり匂いをかけるとバーン飛んでちゃうんで、あっちへ。だからその辺は気をつけながらさらっとまず研磨します。で、今砥石が回っているので、ドレッサーで ドレスを砥石の、ね、外形をダイヤモンドでガーッと削りますね。音がするから。聞こえましたか？シャーッと言いましたよね。もう一回行きます。もう一回いきます、はい、これ今ドレスしました。まあ粗取りなので、まあ、今ぐらいな粗いドレスをしました。で今砥石を下げてます、このハンドルでね。でシナモンに当てるんですけど、この当てるところがそーっとねやらないとドカーンといきますので、気をつけてやります。はい、もう今当たりました。今ちょっと削ってみますね。お、これ手動なんで、テーブルの左右も自分の右手でこうやってテーブルを動かします。で前後の送りもハンドルで、手動なんで、こうやって手で自分で回します。なので右手と左手で違う操作をしないといけません。だいたい普通結構自動でね、送りって自動で送るんですけど、これはまあ原始的な感じはするんですけど、すごく使いやすいですよ。こんな感じです。今100分の1ぐらい削りました。で、まあメモリをね覚えとかなっちゃいけませんので、まあ一応覚えてますのでね。で、1000分の7ぐらい。あんまり入れちゃうと、さっき言ったようにまだ平面が出てないので飛んでっちゃうんですよね。試着がかかってても。だからちょっと控えめに切り込みをしてます。こんな感じで削ってます。で、まあ、今一面 黒かったところの黒皮が一面取れたので、これで一回外しますね。で今まあ100分の3ぐらいしか削ってませんので、今脱脂します。脱脂しました。はい、こういう感じで削ってます。まだこっちは削ってません。これさっきあの焼き入れたままの、今磁石にくっついてた方の面ね。でこっちが削った方の面、でまあ色が全然違うんで分かりますよね。でまだ一面さらっと取ってたりです。でこっちの面は歪んでるので、今言ったら磁石くっつけても動いちゃうぐらいだったんで、あんまり身をかけれなかったんですけど、今一応こっちきれいにさらっと研磨したんで、今度こっちを下に磁石にくっつけて再度反対側を研磨しますね。はい、じゃあ掃除をして、はい、磁石にくっつけます。まあ、磁石にくっつける前にも、まあ、このチャックのベッドの面にね、あの製品が馴染んでるか馴染んでないかって手の感触で分かるんで、もしゴミが入ってたら違和感感じるんですよね。それも確認しながら、あ、大丈夫だな、密着してるなと思ったら磁石をつけます。はい、で、まあ、ちゃんとついてるかどうか確認します。はい、ちょっと動くね。さっきより動かないけど、さっきより動かないね。はい、それではまた続けて反対側の面を研磨します。でこうやって削ってる間にも歪んじゃうんですよね。この検索抵抗っていうのがあるので、その検索抵抗でまた歪んでっちゃうんですよ。あの分厚いものを研磨する場合はありえないんですけど、こういう2ミリとか薄いものを研磨すると必ず歪みが出ちゃいます。もう音がね違うんですよ。なるほど。もうね最後
この音、この音、この音が嫌な音。今この音、これ気持ち悪い音。これ歪み、これ歪んでる音。これダメな音です。でもまあある程度あのそこそこの寸法はもう削っておかないと。今一生懸命歪み取りしました。あなた綺麗に歪みが取れた後、もう一回研磨で寸法を持ってきますっていう間にまた歪んじゃうんで。だってそこそこ削った後にで、まあ、仕上がると同時に歪みも治るというのが一番ベストです。水かけないから歪むんだろうっていう人も多いかもしれないけど、そうでもないです。まあ僕は普段ねあのこの仕事をほとんどもう今やってないんで、ただ昔取ったひね塚で、ちょっとやってるだけなんで取りますね。暑くないですか？暑くない、びっくりするな。あ暑くないですか？暑くない。あびっくりしました。暑くまでやったら、まあ、飛んでっちゃったもんね。あ、まあ、全然暑くないです。あのこれぐらいだったら暑くないです。今だいたい目盛りで5枚中ぐらい行ってますんで、どんだけ削れたか確認しますと、まあ、あの砥石も欠落していくんで、あの寸法通り目盛り通りは取れません。目盛りと砥石が欠落した分、少なく削れてますんで、まだあと 2.26 なんで、あと1コンマ16ありますね。 2.1 なんでね、2じゃないですよね、 2.1 ですから。勘違いして2ミリであの仕事しちゃってコンマ1取りすぎちゃいましたっていうねミスたまにするんですけど、ちゃんとあの勘違いしないよね。 2.1 に仕上げるんで、今 2.26 なんであとコンマ16ですね。はい、でまたひっくり返しました。今さっき削ったあの下になった面を今上にしてます。でもう一度ドレスしますね。まだ多分コンマ1ぐらいあるんで、一応歪み、はい、どんな感じになってるか確認します。はい、まあ、あのダイヤルゲージ使って、はい、歪みの度合いをチェックします。はい、こんな感じでペコペコペコ、これ1目盛り1000分の2ミリなんでね、あのすごい動いてるようだけど、実はまあこれでも100分の2いってない。あ、ひどいとこで100分の5ぐらい悪いか。外径側と内径側でこんなに差があるの。こうだからこうお椀状になってるので、はい、今こういうふうにやっても全然針はあんまり動かないんですけど、ただ中に入れていくと針は100分の1以上は動く。あ、お椀状になってるね。はい、だからこのお椀状になって上ここがトップなんで、これひっくり返すと当然こうワン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 になるよね。お椀だけね。お椀だけね。でこんな感じでこんな動いちゃう。あらあらあら。こんな動いちゃう。これが歪みです。あ、じゃあそれを今から直すんですね。はい、では研磨してる間に歪んじゃったんですよ。あ、まあ僕何も注意しながらやってなかったんで。はい、危なかったですね。危なかった。まだ、うん、研磨所がまだあとコンマ1近くある。コンマ1近くね、はい、2.1 まであと100分の8か9ぐらいなんで、その間に直さないとね。おお、これえらいこっちゃね。えらいこっちゃです。まさかの動画撮影で不良品を出してしまうということがないように。まあ、まあ、そういうこともあるでしょう。でもまだ油断できないですよ。今これから研磨していく間にまた同じように沿ってしまったら意味ないので、せっかく直したのにね。そうですね。100分の7か。
火花は結構ね、しっかり出るんで。ということで、今回も最後まで見てくれて本当にありがとうございました。少しだけお知らせをさせてください。私たちクリタテクノでは、今絶賛一緒に働く仲間を大募集しています。ぜひ、コーポレートサイトを見てください。動画の中で紹介した黒田正和の YouTube 工業高校企画講座編、今大好評です。学習の方からプロの設計者まで多くの方にご覧いただいています。ぜひ再生リストを見てください。もしこの動画を見て良かったなと思ってくれた方は高評価コメントをぜひお願いします。もしくは Twitter などシェアしてくれると嬉しいです。皆さんの応援が本当に励みになっています。ではこれからも役立つ動画を上げていきますのでよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。